皆さんこんにちは、みさとです。ここは JR 四国の高松駅。今回は高松駅周辺を半日ほど散策、翌日に高知へ向かいます。お昼も過ぎて14時頃の高松。この時間からどこに行くか迷いましたが、結局一番近い高松城跡にしました。ふと右を見たらレトロな見た目のバスがいてびっくり。高松市街地を走る街中ループバスというそうです。高松城跡、別名玉藻公園。高松駅側の西門から入りました。西門の受付で200円の入園券を購入します。入園して間もなく右折れすると奥に見えるのが鞘橋。屋根がある橋で二の丸から本丸へ渡れます。西側には琴殿、高松地区公駅が見えます。本丸に入っていくと天守台があります。天守閣は明治の初めの頃に老朽化により解体されたそう。でも天守台には登れそうなので行ってみました。天守の基礎な部分からさらに階段で上がります。上にはちょっとした展望台があって、お城の周囲が一望できます。北の方は瀬戸内海に接していて、お城がいざという時は海に逃げることができたそうです。このように現在は天守台だけですが、高松市が天守閣の復元を目指しているそうです。復元したら高松のシンボルになりそうですね。さて、お城の内堀には遊覧船があって乗りたかったのですが、今日はもう満席でした。残念。その後お城の中を一回り、庭園を回って飛雲閣前に着きました。この飛雲閣は高松藩主松平家の別邸で、江戸時代よりありましたが、明治期に老朽化で一旦取り壊し、大正時代に現在の姿で建てられたもの。大正時代の大規模な木造建築として国の重要文化財に指定されています。ちなみに中は催しなどで使われたりで、通常は入れないようですが、この日は入れる日で、さらにボランティアガイドさんに説明などもいただけて恵まれた訪問になりました。高さが2メートルあってね、水が11トン分入る重さ。ガイドさんの説明は今節丁寧に説明をいただき、1時間以上拝聴させていただきました。ありがとうございました。そんな中で興味深かったのは高松松平家のこと。大政奉還しましたけど、この人と高松藩の最後の頼年はいとこなんです。後に高松藩初代藩主となる松平頼重は、水戸黄門でおなじみの水戸光圀の兄でありながら、水戸藩は光圀が継ぎ、頼重は最終的に高松藩に落ち着いた。しかしそんな経緯もあってか、高松松平家はその後水戸藩と養子を出すことが多く、また高松松平家は江戸城でも将軍の間に一番近い部屋をあてがわれ、別格だったと説明をいただきました。桜御門にあった高松松平家の家紋、徳川家とは少し違いそうですが、この葵の御紋が許されているということはやっぱり別格なんでしょうね。高松城跡を出るとすっかり夕方17時を過ぎていました。お城の西側に出てきたら、高松方面と琴殿の隣の駅と距離があまり変わらないので、片原町駅まで歩き、琴殿の電車に一駅乗って高松地区公駅に戻りました。ということで高松地区公駅に戻りました。日が暮れるまでもう少しあるので、近くにあるフェリー乗り場に行ってみることに。やっぱり海はいいですね。見てると心が落ち着きます。高松城跡でかなりの時間立ちっぱなしでしたが、港の風景を見て少し回復。港の風景を堪能したので宿に向かいます。今回は高松駅の近くで宿泊。駅近くまでデッキがつながっているので、移動は迷わず行けました。宿に入る前に夕飯を済ませました。メリケンや高松駅前店さん。
高松駅を出てすぐ南側にあり、近くて分かりやすいです。いただいたのは肉うどん。だいぶ歩き疲れていたので、お肉を食べたかったんでしょうね。そして、かぼちゃとレンコンの天ぷらをトッピング。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。今夜の宿泊先は、高松ゲストハウス BJ ステーションさん。駅から徒歩5分と近く、便利な場所にあります。私は個室を利用しましたが、費用もリーズナブル。部屋にはテレビなどありませんが、駅地下で寝るだけなら十分なお宿です。女性用ドミトリーエリアに女性専用のトイレ、シャワーがありました。カプセルホテルと違って窓があるのがいい感じでした。おはようございます。まだ朝5時半過ぎの高松駅前。まだ宿はチェックアウトせずに外出しています。こんな朝早い時間に起きて外出したのは、こちらの手打ちうどん味翔さんへ行くため。朝5時から14時までの営業時間なので、早起きしました。多分もう何十年もお店を切り盛りされてきたであろうご夫婦のおうどん。味は間違いないですね。ぶっかけうどんにエビ天、卵天です。こんな早朝でも大勢のお客さんがいました。こちらも美味しかったです。宿もチェックアウトして本日の旅の始まり。高松駅から高知へ向かうわけですが、今回利用する切符は JR 四国のバースデー切符。3日間 JR 四国全線と土佐くろしお鉄道の特急列車が乗り降り自由の切符です。JR 四国には他にも似たフリー切符がありますが、誕生日月はスペシャル価格で購入できるというもの。今回私はグリーン車両を利用しました。私が利用した後、JR 四国で運賃改定があったので、値段は変わりましたが、現在はグリーン車用1万5000円、普通車自由席用が1万2000円となっています。バースデー切符で最初に乗る列車は特急四万十三号、宇多津駅まで乗車します。高知へ行くのに宇多津までなのは、ここで特急南風1号と連結するため、四万十三号にはグリーン車がないので、宇多津駅からグリーン車のある南風1号に乗り換えます。スイッチバック駅の坪尻駅を通過中。この列車も振り子式の特急なので、路線線のカーブで車体を大きく傾けて走り抜けていきます。川池田駅を過ぎると、大ボケ小ボケ、吉野川の渓谷美の車窓を堪能できます。大歩危駅では反対側の特急南風6号を行き違い待ち。こうして高松から2時間16分で高知駅に到着。ホームに降りて間もなく朝ドラランマンデコレーションの特急が来てびっくりでした。高知駅で途中下車。駅前に出ると市電や土佐三種地蔵がお迎えしてくれます。でも最近ではアンパンマンや今年は特にランマン牧野富太郎推しですね。次に乗る列車まで2時間ほどあるので駅前の播磨屋通りを歩きます。播磨屋通りでたくさん見かけるアンパンマンのキャラクターたち。JR の列車や駅でもそうでしたが、高知はアンパンマンの原作者、柳瀬隆さんのゆかりの地。ということで、高知のあちこちでアンパンマンが多いんです。小さな子供たちの背丈ぐらいの大きさで、身近に会うことができて、きっと子供たちは大喜びでしょう。播磨屋通りを歩くこと10分ほど、右手に赤い橋が見えます。これがあの播磨屋橋です。日本三大がっかり名所の一つですね。去年11月に長崎のオランダ坂、今年の元旦に札幌の時計台、そして今回が高知の播磨屋橋。半年間で日本三大がっかり名所をコンプリートしました。播磨屋橋も訪れたので高知駅に戻ります。次は特急足摺3号、佐川駅まで乗車します。30分に満たない乗車ですが、ここでもせっかくなのでグリーン車。ちなみに空いてました。高知駅から26分、佐川駅に到着。今回もともとは高知市内で観光予定でしたが、
旅立つ2週間前に朝ドラのランマンで高知編の舞台が佐川だと知り、急遽バースデー切符の旅に佐川を組み込んだのでした。ちなみにランマンロケ地巡りの動画はすでに公開済みですので、未視聴の方はどうぞご覧ください。今回の動画では重複しますので、ランマン以外の佐川をお送りします。ランマンの動画で紹介しきれなかった佐川町の上町駅、旧青山文庫の隣にあります。中には明治時代のマッチ箱のような客車が展示されています。路481号客車です。古い客車ですが、中は見事に復旧されていて、赤いシートが明治のグリーン車の優雅さを醸し出しています。さて、佐川の駅ですが、実は私、利用したのは2度目なんです。前回は1995年の夏、松山からバスに乗り、この駅で下車して、久保川へ向かいました。当時は、牧野富太郎さんのふるさととはいざ知らず、昔降り立った駅に朝ドラが縁で再び訪れる、人生わからないものですね。ランマンの聖地巡礼を終えて駅に戻りました。これから夏を迎えて、万太郎や綾さん、竹雄の姿を求めて、佐川を訪れる方も多いかもしれませんね。佐川からの帰りは普通列車に乗りました。時間さえあればもう一度行きたい佐川の街。名残を締めつつ、列車は高知駅へ向けて出発。佐川駅から約50分で高知駅に到着。今夜は高知駅近くに宿を取りました。駅から徒歩5分ほどのホテル楽屋桜館さん。映っているのは併設のよさこい食祭楽屋高知駅前店さん。この日の晩ご飯はこちらでいただきました。時間が読めず予約なしの飛び込みだったので、コース料理はこちらならできるとチクッとコースをいただきました。左から半島。半島とは、カツオの胃袋を塩辛にしたものだそう。真ん中が粒貝のわさび漬け。右がチャンバラ貝です。揚げ物は、四万十川の青さと、川エビの唐揚げ。そして、カツオのたたき。最後に、カツオのお寿司でした。高知らしい食を美味しくいただいて、今日の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。